オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセ提供、フランス365最新ニュースへようこそ。皆さんこんにちは。パーソナリティの野瀬雄介です。本日もフランス365のフランス最新ニュースの時間が参りました。この番組ではアンサンブルアンフランセが運営するフランス情報サイトフランス365に掲載された最新ニュースの中から厳選した一件をお伝えしておりますが、本日はアングレーム国際漫画祭高橋留美子さんがグランプリを獲得について、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介します。どうぞ最後までお聞きください。フランス365フランス最新ニュースは、日本最大手のオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方に、フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。それではここからアングレーム国際漫画祭高橋留美子さんがグランプリを獲得についてご紹介いたします。1月23日水曜日、フランス南西部で開催された第46回アングレーム国際漫画祭で、高橋留美子さんが日本人歴代2人目となるグランプリを受賞しました。高橋さんはランマ2分の1、うるせえ奴らなどの漫画やアニメが日本のみならず海外でも人気の作家です。アングレームは漫画の聖地。パリから南西に電車で2時間半。ボルドーからは電車で1時間のところに位置する町、アングレームは、1974年から国際漫画祭を開催していることで知られています。町のランドマークである国際フランス漫画館には、国内外から多くの人が訪れます。この博物館は、フランソワ・ミッテラン政権下で文化大臣を務めたジャック・ラング氏の呼びかけで設立されました。国際漫画祭とは、アングレーム国際漫画祭では、4日間にわたり漫画の見本市や作家によるサイン会などが行われます。その中心的イベントが、前年度にフランス国内で発売されたバンドデシネの最優秀作品を決めるコンペで、一般部門や新人部門などに分かれています。原作の言語に関わらず、ノミネート作品が決定されることから、世界中の漫画家が注目する一大行事です。ちなみに、日本の漫画はフランス語でル・マンガと直訳されていますが、イラストとセリフが組み合わせられたフランス独自の漫画は、ベーデー、バンドデシネと呼ばれます。フランスでも人気の高橋留美子さん。高橋さんは、うるせえ奴らで1978年にデビュー以降、人気作品を次々に発表しています。2017年には、週刊少年サンデー、小学館が2億万部のヒットを記念して特集号を組みました。その名声は、1980年代から90年代にかけて、メゾン一国。フランス語版のタイトルは、ジュリエット・ジュテーム、ジュリエット、愛してるの漫画をきっかけに、フランス国内で広がり、今では世界中で人気を集めています。日本人では、2015年に初のグランプリを受賞した大友克洋さんに続き、2人目のグランプリ受賞です。では、ただいまご紹介した内容を、アンサンブル講師セバスチャン先生にフランス語でまとめていただきました。なお、セバスチャン先生がご紹介するフランス語原文は、フランス365ホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。それではお聞きください。
Rumiko Takahashi remporte le Grand Prix 2019 au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Mercredi 23 janvier, Rumiko Takahashi a remporté le Grand Prix du 46e Festival international de la bande dessinée qui se déroule dans le sud de la France à Angoulême. Elle est la deuxième mangaka de l'histoire du prix à être distinguée. Angoulême, lieu sacré du dessin animé. La ville d'Angoulême, située à 2h30 de train au sud-ouest de Paris et à 1h de Bordeaux, est connue pour accueillir le Festival international de la bande dessinée depuis 1974. Le célèbre musée de la bande dessinée situé à la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image accueille de nombreux visiteurs venant aussi bien de l'intérieur du pays que de l'extérieur. Ce musée a été fondé à l'appel de Jacques Lang, ministre de la Culture, sous le régime de François Mitterrand. Qu'est-ce que le Festival international de la bande dessinée? Au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême, un salon du dessin animé et une séance d'autographe sont organisées pendant 4 jours. Son événement principal est le concours de la meilleure bande dessinée sortie en France l'année précédente et est divisé en plusieurs catégories. Les nominations, ne dépendant pas de la langue d'origine, il s'agit d'un grand événement qui attire les dessinateurs du monde entier. Par ailleurs, le mot japonais manga se dit un manga en français, mais un dessin associé à un dialogue s'appelle une bande dessinée, autrement dit BD. Rumiko Takahashi, également populaire en France. Depuis ses débuts en 1978 avec Lamu, Madame Takahashi a publié de nombreuses autres œuvres très populaires. Sa renommée s'étend en France des années 1980 aux années 1990 à la suite du manga Maison Ikkoku, en français Juliette je t'aime, désormais populaire dans le monde entier. Elle est la deuxième mangaka à recevoir cette distinction depuis
Katsuhiro Otomo en 2015. セバスチャン先生、ありがとうございました。漫画は日本を代表するサブカルチャーですから、フランスや海外でもこのように高く評価されるのは日本人として嬉しく誇らしいことですね。これからも日本人作家の国境を越えた活躍に大いに期待したいと思います。さて、本日の配信はいかがでしたでしょうか。番組を聞いてもっとフランス語に興味を持った、フランス語を勉強したいと思われた方は、オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセをご検討ください。アンサンブルでは経験豊富な講師が常に45名以上在籍しています。マンツーマンのフランス語会話レッスンが1回1500円から、パソコンとインターネットがあれば365日世界中どこでも受講できます。アンサンブルの講師は日本語、英語が堪能な方も多数在籍しているので、入門者でも安心です。試験対策、留学準備などもサポートしていますので、全レベルの生徒様に幅広く対応しています。さらに会員の方にはマンツーマンレッスンだけでなく、無料のグループレッスンにご参加いただけます。レッスン内容はディクテ教科、発音教科、そして会話教科という3種類のグループレッスンをご用意しており、いずれも無料で受講できます。ネイティブスピーカーに通じる本物の生きたフランス語を短期間で身につけたい方は、ぜひアンサンブルアンフランセの無料体験レッスンをご受講ください。あなたのご受講を講師、スタッフ一同心よりお待ちしています。この番組は毎週週末から週始めをめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、 iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。またオンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセは、毎週金曜日をめどにフランス語学習をメインテーマにしている番組アラカフェットも配信しています。週の初めはフランス365でフランスの最新ニュースを、週末はアラカフェットでフランス語学習をお楽しみください。そしてこの放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブルアンフランセお問い合わせ宛てに、お名前、フランス365を聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントします。たくさんのご応募お待ちしています。それでは皆さん、また次回の配信でお会いしましょう。